心配ないよ。部長さんが可愛いから男の子たちが群がるよ。そうかな。だって全部持って帰るの大変だったんだもん。絵描くのに夢中だったし。Thank you.
私がすごいんだ。あ、ちょっと待ってね。私もユイトも春から大学生だよ。二人とも東京の学校だからあっちでお部屋借りて暮らすんだ。だからこっちにはしばらく戻れないけれど、また来るからね、来年。ううん、とりあえず夏休みかな。一緒の学校には通えなかったけど、でも、ずっと一緒だからね。
だって。ドジって言った。いいもんいいもん、どうせドジだもん。イモムシいじめてやる。チチンプイプイしてくれる？頭撫でて撫でて。しくじく、痛い。さっき最後のチョップって言ったのに。こんなに可愛いのにどうして叩くの？クズ、泣いちゃうから。お姉ちゃんをよろしくね。ゆいと？どうしたの？ゆいと、何ぼんやりしてるの？ゆいと、何を？なんか変なの。ねえねえ、引っ越しの準備終わった？私ね、まだ全然なんだよ。段ボール引っ越し屋さんにもらって、お洋服は入れたんだけど、画材は全部プチプチ巻かなきゃいけないでしょ？で、プチプチ見てたら潰したくなっちゃってね。ずーっとプチ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 って潰してたら半分くらい使えなくなっちゃって、全然準備できなくなっちゃって。お願い、ゆいと手伝ってよ。ねね、おいしいチーズケーキ買ってあるんだよ。ごちそうするから。